バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイ、パリオリンピック間もなく始まりますね。というか開会式が始まるという言い方が正しいのかな。もうパリオリンピックは、ね、予選とか始まっておりますね。高校2年生の長女シノンがですね、共に能登の未来へというプロジェクトにボランティアスタッフとして参加しておりまして、パリオリンピックサッカーをメインに観戦しております。まあ、この、ね、詳細はちょっと後ほどお話できたらと思うんですけれども、すんごく楽しそう。やっぱりねえ、子供たちの笑顔がね溢れてました。この能登半島の震災にあった子供たち5人をパリオリンピックに招待するというプロジェクト で、事前活動やボランティア活動をしているツンさんやジャンケンマンが、ね、あの主体となっているプロジェクトなんですけれども、まあ、シノンはジャンケンガールズとしてもね活動しておりますし、私たちようこファミリーのね、まあ、イシーファミリーのイシースタイルというねユニットでも、フルートとコーラス歌担当でねそう活動してますが、まあフランスに行ってフランスの空気を吸って、でそこで奏でる音楽、歌やフルート、それがね何よりも今の彼女にとっての財産だなと思って、まあそれ以外はね私たちがこうボランティア活動やねあの復興支援活動を、まあ、なんていうのかな、こうライフワークに沿ったやり方でね行ってきたところの延長線上に、今回みたいなパリオリンピックのボランティアスタッフに参加するという話があった時にね、私が行くのは、まあ、アーティストだったり大人が行くのは簡単だなと思ったところに、高校2年生である娘が行くこと、まあ、このことが次の世代につながる、託すという気持ちでね家族は送り出しまして、着々と自分のものにいろいろとしてね頑張っている姿を SNS や、まあ、送られてくる写真でね見ていて、私も主人も応援投稿という感じでねみんなに知ってほしくて、共有してますので、ぜひご覧いただけたら幸いです。ではようこから子供たちに、そして皆さんに平和幸せ健康でありますようにという思いを込めて、そしてハッピーでありますようにキス&ハグ受け止めてね。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよ、お聴きいただきました曲はようこでキス&ハグでした。この曲をね今回パリオリンピックに子供たちが行っている動画や写真、まあところどころしかねやっぱ皆さん送れないでしょうけれども、まあ、それを集めて動画を勝手に作って発信しておりますが、勝手に作ってって言ったらいいかな、ちゃんと許可を得てね、はい、編集して発信してますけれども、
ミュージックにキス&ハグを使用してますが、初めてねこの曲でもダメかと思いましたね。本当正解がわからない、どんな曲が誰を傷つけずに誰を守ってくれて奮い立たせてくれてっていうね曲なのかなってすごくね思うけど、まあその私に対して私のこの気持ちをちゃんと表現してくれる歌詞であったり曲であったりっていうのは出会うのがねこれからの本当宿命だなと思って、そういう曲をね発信できる人間でいられるように、そういうね言葉を、正解なんてありませんけどでも限りなく正解に近いような楽曲をね作れたらなって、愛情の上でね、それが私のね本当ね、モットーだったり宿命だったり、背負って生きていきたいものかなみたいなのを最近思いますね。っていうのもね、もうあれやこれやしてると私本当歌だけ歌いたいってつくづく思うんですね。あ音楽好きだな、よかったなって、でまあその延長線上にまた子どもたちのね役に立てたらと思って、今年開催いたします、今年も開催いたします鹿児島ハイスクールミュージックデイ2024。なんと今回は KKB 鹿児島放送とバニラスカイミュージックの共同開催となっております。どんなイベントかと申しますと、音楽を愛してやまない鹿児島県内に居住する高校生のみで構成されたグループや個人、プロもアマも問いませんという、とにかく音楽大好きな高校生が参加できる、エントリーできるイベントでございます。でこちらはですね8月22日に KKB 鹿児島放送の収録スタジオで予選会がございます。予選会というのはもう演奏をして動画を撮影するというものなんですけれども、でねその模様を後日再生回数を競うという形で一斉に YouTube でアップされて、でこちら KKB 鹿児島放送の公式アプリのねカプリからもご視聴いただけますし、そしてなおかつ8月22日の予選会が終わった後、集計結果によって上位4組プラス推薦枠1組、とにかく上位5組はですね11月17日に開催されます。こちらはイオンモール鹿児島という商業施設でございますけれども、そちらでね KKB 丸ごと鹿児島フェスがね開催されているんです、開催される予定なんですけれども、でねここでなんと決勝戦でございます。すごいでしょ、ワクワクしかないよね本当。だから陽子がね去年ね子供たちに一つでも多くの経験を、一つでも何か得るねステップアップのねチャンスをと思ってね開催したこの鹿児島ハイスクールミュージックデイだったんですけれども、今年から去年とっても温かい力添えをいただいた KKB 鹿児島放送様がなんと共同開催をしてくださることになり、なおかつ決勝戦まで設けてくださったので、もう最高じゃんね。もう最高一言で終わらせてしまいそう、終わらせてしまったけど、もう興奮してるね。もうめちゃくちゃ羨ましいし、めちゃくちゃありがたいし、横はね、横が羨ましいっていうのはね、わあいいな自分だけという気持ちが全くないのね。羨ましいっていうのはね素晴らしい感情で、今回の能登半島のね子供たちを招待するっていう、共に能登の未来へというプロジェクトね、これもね子供たちを見たり、そしてボランティアスタッフの活動を見たりした人たちが羨ましい、いいな、あ僕も行きたいな、私も行きたいな、行きたかったなって思うことも復興支援活動につながるっていう大事なワードでですね、でこの羨ましいっていう言葉って一般的にはなんかこうマイナスに捉えがちだけど、わいいなっていう憧れの方ですね、憧れってすごくプラスなので、皆さんぜひ羨ましいな、いいなっていう言葉は憧れとしてね思っていただき、そしてなおかつ楽しそうだな、ワクワクするな、あ人事じゃなくて自分事だなっていうね、そこにまで行ってほしいです。でなおかつ、今頑張ってる人たちは一緒に応援していただいて、これからの子たちにもねよしファイトだよって見守っていただいたり、そして自分が
今からだって思う人にはね、どれだけでもパワーにしていただきたい。そんな活動をね、陽子はね、ちょっとこの夏また多くの方の力をねお借りしながら活動できること本当感謝でございます。ではね、ここでちょっと一曲お届けしたいと思います。いつか一緒に歌いましょう。陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらないまま、全てではない、空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの新しい日々。できなくても心と心抱きしめて、空を見上げて勇気を出して、苦しみさえ笑顔に変えて、空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの、お聴きいただきました曲は陽子でビューティフルデイズでした。この曲ね、ストリートライブで歌っていると多くの方がね、ワクワクしながらニコニコしながらね、ほんとね、踊りながらね立ち止まってくださったり移動されてたりね、ハッピーなんですねこの曲。ああ、よかったな。やっぱり私の思いが
込められた楽曲だな、安心するなと思ってたんですけれども、まあ人生ね、いろんな旅にいろんな方が出られると思うんですけれども、本当ね、パリオリンピックに今行っている子どもたち、そしてシノンもね、そしてまあもちろん大人のスタッフの方々もね、お目がキランキランなんですね。ほんと、ああいいなーって思ってね。で、高校生のバンドマンコンテスト、まあ募集してますけれども、こちらはですね、ほんとね、あ、この間そういえばね、ヨーコはね、あの軽音楽の、高校生の軽音楽のコンテストの審査員でね、一日子供たちと関わることができたんですけど、久しぶりにね、熱い思いで音楽を聴きましたね。ここがいい、ここが良くないとかっていうのをさ、やっぱり言葉にしたり点数にしたりするのが審査員なんだけど、そこじゃないところをね、自分の中でね見つけて言葉にしてね、メッセージを書いたつもりなんですけれども、だから変にね、こう、あ、いいなと思ったところにはね、こうしたらもっと良くなる、こうしたらもっと良くなるってね、こう厳しめに逆にね書いちゃってる気がしたんで、あ、それ愛情があると厳しいっていう私の良かったり良くなかったりするところがあるのかなみたいな、そういうところがね、あの言葉をこんな風に紡いじゃったのかなってね、まあ見つめ直してね、まあ今一度自分の音楽活動の方にもね、ちゃんと初心忘れ、ね、初心忘れる、今日はめっちゃ興奮してるね、初心忘れるべからずと思ってね、ほんとね、子供たちの笑顔、そして頑張りってね、こんなにもエネルギーを出すのかと。で、私がね、いや家族でね、お世話になってます株式会社日満様、昨日は土用の丑の日でした。皆さん、うなぎ召し上がりました？日満様のね、モデルとして長女が、まあ、シノンがめちゃくちゃいい食べっぷりだから、私にいつもね、唯一ダメ出しするのがね、ママ食レポ下手くそだねみたいなこと。私だって作る方だもん、食べるより作る方が好きだもんって思ってたんですけど、年齢重ねるとさ、食べるのも好きよね、癒されますよね、ご飯ってさ当たり前じゃないからね、ほんとね、ほんとありがたいなと思ってさ、感謝してたね、食べるとさ、そして大好きな家族がね、どんどん増えていく環境でね、幸せじゃん、食べれるってね。まあ言い訳ですけどね。今はうまいかもしれないみたいな言い訳ですけれども、まあ、とにかく私は食レポ下手くそなんですよね。でね、シノンは美味しそうに食べるからこうしたらいいんだよって言うから、おお、そうなんだ、言葉じゃダメなんだ、買おうかと思ってて、そこを生かしてね、日満様にねプレゼンしたところ、あ、しーちゃんいいねっておっしゃってくださって、のんちゃんも食べれないかなって、実はね、あの次女の2歳ののんちゃんもね、うなぎは食べれますしね、何よりも身がふっくらしてるから、ほら骨が気になったりするかもしれないけど、そんなことなくね、そう食べることができるんですが、でしかものんちゃんは卵ね、だし巻き卵みたいな味付けにした卵に巻いたうまきが好きで、ご飯にのせてうなぎを食べるより、ご飯にうまきを乗せて、いや、なんならうまきをそれだけ食べちゃうから、こらーって言われるくらいね。なんかうな丼最初好きだったんだけど、うな丼よりもなんかうまきの方が今はもうむしゃ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 食べちゃって、食べ過ぎ注意だよって言いながらね。そんな赤ちゃんもおります、うちには。なのでね、あ、でもこれってあの食欲がない子供ちゃん、ほら子供ってさ、食欲にムラがあるじゃないですか。で、本当に食べなくて困っている友達の息子さんがね、うなぎだけは食べたのよって、日満のうなぎさすがだねって言ってて、うわー、ありがとうと思ってね。ちなみにその息子さんたちはね、お兄ちゃんと弟は、まあ、とにかくあの長男と三男はね、モデルとして一緒に日満の写真をね撮ってくれたんですけど、モデル活動をしてくれたんだけど、次男だけはみたいな顔してて、結構ね、ちっちゃいうちからね男なんですね彼はね。またそこがいいんですけれども、そしたら撮影終わった瞬間にみんなで食べてたら、めっちゃ美味しいみたいになったみたいで、今頃ってね、突っ込みたくなるけど、よかった、うなぎの魅力に気づいてくれてと思ってね、
そんなエピソードがございましたね、この前ね。まあ子供たちの笑顔をね作っていくのは音楽だけじゃなくて食であったり、そして大人の力であったり、またね子供同士のね大事なこうコミュニケーションだったりとかね、本当これもだこれもだって私は毎日パズルを拾い集めてね生きていますね。でそのパズルって本当完成しないわけですよ。だけどちゃんと輝いてるんですね。不思議だなと思ってね。なんなんでしょうね。なんならそのパズルのさあ、歌詞がまた思いつきそうですね。この間はで今日も独り言が話が長くなっちゃうのでここでちょっと一曲。歌詞といえばね、唯一陽子の曲で歌詞選考でね作ったかな。最近の曲はそういうのもあったかな。 CM ソングとかはねよく歌詞が選考ですけど、スイーティーめちゃくちゃ甘いラブソング、子供たちへの愛情であったり大事な方を思う気持ちであったり共鳴できたらなと思います。お聴きください、陽子でスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever 今回は皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間にエンディングではございますけれども、ではねお聞きいただいてます、陽子がカバーしているカバーアルバムスターズよりみんな空の下、この曲本当ね素敵な曲って、まあ素敵な曲でこの世界溢れてるんですけれども、長女がね初めてギターで弾き語りをしてトライした曲もこのみんな空の下だったんですけれども、まあ珍しくね石井ファミリーね今年みんなが泣くんです。本当まあ去年まではねパパだけが泣いてました。あー幸せだーって言ってね朝起きるたびに泣いてましたけれども、今年はね長女がもう挑戦する前にね2回かな、ああ不安だでも頑張りたいって自分自身の葛藤をね言葉より涙で表現することが多くてね、もう可愛くてなんだけど、その後にパパも一緒に泣いてるわけ。もう
誰も泣けないよねその後っていうお母さんの気持ちがよーく分かりました。ね、まあそうやってねみんなで家族がね成長していけるっていうことは本当唯一無二だなって。イッシーファミリーはねイッシースタイルっていうユニットでね活動してますけれども、音楽もそして気持ちも心もそして人としてもねどん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 みんなで成長していけたらなとつくづく思うね、そんなこの頃でございます。ではでは1週間皆さんもめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。この後もひふみずバーです。ひふみさん、今夜もハピハピな音時間よろしくお願いいたします。暑い夏の日ぜひ日満のうなぎを食べて、みんなもハッピーになってほしいと思います。では来週までせーのバイバイハッピー。